日本語会話レストランでの会話いらっしゃいませ何名様ですか2人ですただいま満席ですのでそちらにお名前を書いてお待ちくださいどれくらい待ちますか はっきりとした時間は申し上げられませんが、30分前後かと思います。わかりました。待ちます。2名でお待ちの山本様、お待たせいたしました。ご案内します。こちらの席でお願いいたします。ありがとうございます。 注文するとき、パターン1。ご注文がお決まりになりましたら、お呼びください。はい。すみません。注文をお願いします。はい、お伺いします。唐揚げ定食。それと、肉野菜炒め定食と、 ドリンクバー2つお願いします。ご注文を繰り返させていただきます。唐揚げ定食と肉野菜炒め定食。ドリンクバー2つですね。はい、お願いします。ドリンクバーはそちらのコーナーからご自由にお取りください。 グラスもドリンクバーコーナーにご用意しております。お水もドリンクバーコーナーにございますのでご自由にご利用ください。わかりました。注文するときパターン2ご注文がお決まりの頃お伺いします。はい。 ご注文はお決まりでしょうかすみません、もう少し。はい、かしこまりました。お決まりになりましたらお呼びください。はい、わかりました。注文するとき、パターン3。ご注文はそちらのタブレットからお願いいたします。はい。 すみません。タブレットが動かないんですが。申し訳ございません。新しいタブレットをお持ちしますので、少々お待ちください。大変申し訳ございませんでした。こちらのタブレットをお使いください。ありがとうございます。お待たせいたしました。 唐揚げ定食のお客様。はい。お暑いのでお気をつけください。はい。肉野菜炒めお待たせいたしました。ご注文のお品はお揃いでしょうかはい、来ています。ごゆっくりどうぞ。美味しそう。 いただきます。いただきます。デザート食べたい。何食べるケーキ食べようかな。すみません。はい、お伺いいたします。ケーキ一つ。申し訳ございません。 ケーキは現在品切れとなっておりまして。ああ、そうなんだ。じゃあ、プリンで。申し訳ございません。プリンお一つですね。あ、僕、チョコレートパフェください。はい、プリンとチョコレートパフェをお一つずつですね。はい、お願いします。 会計するとき、パターン1。伝票をお預かりします。お会計はご一緒でよろしいですかはい、大丈夫です。全部で3879円になります。バーコード決済でお願いします。会計するとき、パターン2。 伝票をお預かりします。お会計はご一緒でよろしいですか別々でお願いします。かしこまりました。では、召し上がった料理名をお願いします。唐揚げ定食とドリンクバーとチョコレートパフェです。唐揚げ定食とドリンクバー、チョコレートパフェで2140円です。 クレジットカードは使えますかはい、ご利用できます。お支払い回数は ?1 回で。クレジットカード1回で受けたまわりました。こちらに暗証番号を押して、最後に緑のボタンをお願いします。はい。お後のお客様は、肉野菜炒めとドリンクバー。 プリンでお間違いないでしょうかはい、間違いないです。かしこまりました。全部で1739円でございます。現金でお願いします。1800円お預かりします。61円のお返しになります。 レシートはご利用になりますかいりません。ありがとうございました。またお越しください。ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。その他。すみません。メニューいただけますか この料理って豚肉入ってますか私、豚肉が食べられないんですが。はい、豚肉が入っていますが、抜きでお作りすることも可能です。じゃあ、豚肉抜きでこれ、お願いします。子供用メニューはありますかはい、ございます。 ただいまお持ちしますので、少々お待ちください。それと、子供用の椅子もありますかはい、ございます。お子様用のメニューと椅子をお持ちします。お願いします。すみません。水をこぼしてしまったんですが、何か拭くものを貸していただけますか大丈夫ですか すぐお持ちしますすみません。最後まで見てくれてありがとうございました。インスタグラム、ツイッター、ウェブサイトもあります。ぜひ見てください。チャンネル登録、グッドボタンもよろしくお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。さようなら。